はい、どうも、今回はダイソーの方でちょっと気になる商品を見つけたので、紹介したいと思います。今回購入してきた商品がこちらです。ワンハンドスパイスミル、何かというと、もう見てわかるように、これ胡椒の粒とかを、潰すミルなんですけど、よくね、胡椒とかのスパイスミルってこう持ってこうグリグリこうやって回すやつ多いじゃないですか。これね、なんかね、ワンハンド、片手で使えるらしいんですよ。なんで、これちょっと便利かなと思って、興味があったんで、ちょっと買ってみました。結構ね、重量感結構あるんですよ。まあ、500円の商品なんで、作りもしっかりしてると思うんですけど、作ってるのが、サイバートレーディング株式会社って、もう最近よく目にする、ね、ダイソーさんでとかでよく見かけるところの商品ですね。はい。じゃあ、ちょっとこれ開けてみたいと思います。はい、中開けると、商品と説明書あります。はい、商品は結構な重量感ありますね、これ。で、ここから多分出てくるんだと思うんですけど、使い方がね、ここかな？これ。なんかね、こいつを外して、ここに、そういう、胡椒だったりの粒を入れます。はい。で、粒を入れて、あとは、蓋をして、ここを押したら、こう、砕かれて出てくるっていう商品らしいので、ちょっと実際ね、中に胡椒を入れてみたいと思うんで、胡椒。ちょっと家に使い古しのやつがあったんで、持ってきました。はい。なんで、これをちょっとここへ入れたいと思います。はい。試しに、ちょっと入れてみました。だから、これを入れ、もっと入れたらいいと思うんですけどね。試しで。で、これをしっかり締める。はい。ギュッと締めちゃいます。はい。だから、中に胡椒入ってますんで、あとはもうこれを、ここを押すだけでいい。この状態ですね。じゃあ実際ちょっと押してみ、やってみたいと思います。うん。結構簡単ですね。どうですか？あ、これ便利ですね、やっぱり。うん、こんな感じで、きっちり砕けてますね。ちょうどいい具合に砕けてるかなと思います。これだと、両手使わなくていいんで、結構これ便利ですね。このタイプいいですね、これ。これなんなら、岩塩とかも使えるのかな？やっぱ大きさや、その、硬さによってってことなんで、基本胡椒ぐらいの大きさみたいですね。はい。でもこれ結構いいんじゃないですかね。これは調理器具としてはね、僕も結構料理する方なんで、よく胡椒をパラッとかけたいなっていう時に、両手、片方手がね、使えないと、両手とも空いてない時結構あるんですよね。その時ちょっと不便だなって思ってたんで、今まで家にある普通のミルだと。はい。これ結構いいですね。ちゃんと、しっかり香りの方も出てますね。わかんないんですけどね。これ、映像ではわからないんですけど。はい。どうですか？これは結構、調理器具として、はい、おすすめしたいなっていう商品ですね。550円ということで、ほんと、少しステンレスのね、少ししっかりした器具になってます。これ、キャンプに持っていくとかのね、キャンプのスパイスボックスにもこう入れとくとかのも結構おしゃれな感じでいいかもしれないですね。もちろん食卓で使うにも便利だと思います。はい、いかがでしょうか。こちらはダイソーの方で、見かけたんで、はい。気になる方はダイソーの、調理器具のコーナーあたりをチェックしてもらったらあるのかなと思いますんで、はい。興味のある方はぜひダイソーの方に足運んでみてください。じゃあ今回はこの辺で、また気になった商品見かけたら購入して、また紹介したいと思います。それでは。